冴子のセレブな歴代彼氏、恋多き女性のイメージで、しかも付き合う相手がセレブばかり。一人目は小山慶一郎、ドラゴン桜に出演していた際に山下智久さんの紹介で知り合ったそう。二人目は小出圭介、ドラマの共演で親しくなり、どちらも大学に通っていたことから早慶熱愛や早慶カップルと呼ばれていました。三人目はダルビッシュ有、元旦那冴子さんが小出圭介さんと交際中にダルビッシュ有さんとの交際がスタート。そのままゴールイン。二人のお子さんを授かりますが2012年に離婚。4人目は徳井よしみ、番組の共演から進展、焼肉デートをスクープ。この報道が出る前から冴子さんのブログには徳井さんが頻繁に出るようになっていたのだとか。5人目は香川真司、知り合いを介して仲良くなり、当時は香川選手が帰国した際には必ず会っていたそうですが、交際は噂だけのようです。6人目は大沢慎一、交際していることを多くメディアが報じました。ミスターチルドレンのライブがきっかけだったそう。7人目は前澤友作、総資産は2000億円以上とセレブ中のセレブ。8人目は吉、2人は2020年3月の大型台風被災地復興プロジェクトで出会い、吉さんが冴子さんにもアプローチして交際に発展しました。9人目は万太郎、万太郎さんは冴子さんと同じ宮崎県出身、面接で意気投合したお二人はこの出会いを神様からのギフトと語っています。万太郎さんにはお姉の噂もあり、恋人のような親密な関係ですが、結婚に発展するかは謎です。